ゴールデンワンゴールデンワンの1ゴールデンワンとフェアウェール岬エーベルタスマン国立公園の海岸ゴールデンワンはニュージーランドの南東北西部の放物面型の浅いワンタスマン海に面しタスマンワンとクック海峡の北西に位置する北には東西2 6トルのフェアウェル岬が伸びる南から青レレ川と高か川が注ぐかつてはセミクジラや ザトウクジラ、ピグミーシロナガスクジラが観察できた。西岸北岸は無人地帯で、南岸にはタカ,カソンとコリングウッド村、エーベルタスマン国立公園がある。ゴールデン湾とタスマン湾の地理的境界は公園内にある。サシの根本はカフラギ国立公園が広がる。休日にはたた海岸がにぎわう。湾に入るアベルタスマン少なくとも1450年には、 マオリが沿岸部に住んでいた。1642年、北島から来た、ウンガティ・ツマタコキリの指が占領した。同年、ネーデルラント連邦共和国の探検家のアベル・タスマンが湾から7キロメートルの位置に停泊した。ウンガティ・ツマタコキリ人は若で、オランダ船に近づき、4人のオランダ人船員を殺害した。このことからタスマンはこの湾を殺人湾と名付けた。 1770年、大英帝国のジェームズ・クックの最初の冒険でゴールデン湾を盲目湾の一部と判断した。1773年、二度目の冒険でゴールデン湾が殺人湾の位置にあることに気づいた。フランス王国の探検家のジュール・デューモン・デュルビルが虐殺湾と解明した。1823年、 マスケット戦争の中で、マオリは、ウンガティ・ツマタコキリ人を絶滅した。1842年3月、トゥケットが、モトゥピピ村の近くで石炭を発見した。10月、アンロベル率いる、ヨーロッパ人が、マオリの村の近くに入植を開始した。1840年代、石炭湾に改名された。1850年代後半、アオレレで金が発見され、湾は、 ゴールデン湾と解明された。2011年12月、周辺地域が豪雨と洪水に襲われた。2012年6月29日、孤立していた、トタラヌイ村への道路が復旧した。2014年8月、公式に、ゴールデン湾、モフワに解明された。2017年2月10日、少なくとも416頭のゴンドウクジラが、フェアウェル岬に打ち上げられ、多くが死んだ。 ありがとうございます。